アップルワレットとは、クーポン、登場券、学生賞、イベント入場券、映画入場券、公共交通機関の乗車券、小売りカード、そして iOS 8.1からは、アップルペイを介して、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、ポイントカードを利用するための iOS 対応モバイルアプリケーションである。レットに追加アップルが開発し、 2012年6月11日開催の2012ワールドワイドデベロッパーズコンファレンスで発表され、同年9月19日に iOS6 と同時にリリースされた。iOS9 で Apple Pay と Passbook が統合した Wallet App に移行し、Passbook は廃止された。Wallet は Apple が開発したクレジットカードの Apple Card のアプリケーションでもある。ワレットが利用できる場合、ワレットに 追加が表示している場合もある。パスブックは2012年6月11日に発表された。2015年6月の WWDC で名称変更が発表され、同年9月16日に iOS 9がリリースされるまでの3年3ヶ月5日の間、パスブックという名称が使われていた。中国国際航空の搭乗券ワレットには、アズテク、PDF417、 QR コードが表示される。iOS 9からはコード128も表示されるようになった。各デジタルクーポンまたはチケットはパスでまとめて表示される。ユーザーが初めてワレットを起動すると簡単な紹介画面が表示され、ユーザーはワレットでアップストアでワレット対応アップを表示できる。パスはサファリ経由でオンラインで配布したり電子メールで ユーザーに送信したり、ワレットの内蔵スキャナーでスキャンしたりすることも可能。パスは iCloud を使って iOS 端末間で同期され、OS、X、10 8に以降では iOS 端末に送信するオープニングパスにも対応している。iOS 6以降に対応しているが iPhone と iPod Touch でのみ利用可能で iPad では利用できない。ワレットには 以下のような特徴がある。サードパーティーの開発者の中には、パスに u ットやパスゴーレット 4Android、ブラックベリーなど、他のオペレーティングシステム向けに、同様のアプリを作成しているところもあり、ワレットパスのインポートと表示に対応している。Windows Phone 8.1では、Apple のパス形式も対応している。また、パスの発行元によっては、Web ブ,ブラウザから閲覧することも対応している。 パスはパッケージとして作成されるため、より大きなエコシステムに存在している。パッケージはパスのテンプレートで関連データと秘密鍵とともにパスの署名者と一緒に作成される。パスケット API を使用していつでも更新することができ、iOS アプリはワレットに保存されたパスと直接やり取りすることができる。 2014年後半には i b ビキン n 無線ジオフェンスを利用した基地の最初の実装がアメリカ合衆国の小売店で登場し始めた。i b ビキン n により小売店はブルートゥース範囲内のスマートフォンのロック画面に通知を出すことができる。2015年、バレットに保存しているポイントカードを NFC 経由でポス端末に提示する機能を取り入れた。アメリカ合衆国では iOS 9リリース時から利用できたが、日本でのサービス開始は iOS 10.1以降である。乗車カードのモバイルスイカも利用可能になった。JR 東日本からスイカを管理、チャージできるアップがリリースされているが、ワレット内でチャージすることもできる。2020年10月6日からモバイルパスモが Apple Pay に対応した。ありがとうございます。